プラグ、それと、タペット調整か。こっからだね。こっからが生まれて初めてだね。こいつですね。こいつ。ネジ緩めて、中の棒緩めて、戻して、締めて、それだけ。これ簡単。5000キロごとって言ってたからちょうど5000ぐらいだもんね。ちょうどいいわ。よっ、 OK、 緩んだよ。こう緩めて、こいつも緩めちゃう。よっ、これ緩んだ。こうやって緩めるだけでいいんだよな。抜いちゃったらえらいことだな。よし、これでいいでしょう。で、あとはもう一回締めるだけ。簡単だね。キュッと、キュッ。で、またこのナットを締めておく。キュッと、うん、これで OK。 これで OK です。このチェーンもね、以前やった時は相当音とか、まあ、音だよね。音静かになったよね。ガラガラ言ってたのが静かになった。よし、じゃあちょっと休んだらタンク外すか。だいぶ火かけてきたな。何時だ。6時15分前。できるかな。日没まで1時間ちょっとぐらいか。よし、やろう、やろう。なんだっけ、タペットクリアランスと、それから、いや、プラグね。プラグはまあ、お約束なんですけど、イリジウムプラグ買ってきました。こっちでも売ってます。こっちでも売ってるんですけど、日本で買った方が安いです。CR の 8EIX ね。ネッカは一緒です、一緒です。これとまあおまじない、聞くのかどうか知らないですけど、パワーケーブルも買ってきました。じゃあまずタンク外して、怖えな、タンク外してで交換してやろうと思います。税金がもう1年経って新しいやつになったんで、タックスディスクも隠せるかな。いいよ、タックスディスクも新しいのに交換してやろうと思います。
無事開きました。あとはこいつね、でタンク外します。ガソリンのケーブル外します。コックはオフです。燃料は、ちょっと出るかもしれないけど、まあ大丈夫なはず。よっと、止めるのを外して、おお、きついな。さあ大丈夫かな。ポイント、お、大丈夫大丈夫、 OK ですね。これでタンクが5ポット外れるはず。5ポット。なんて姿に。よし、じゃあプラグやるか。よく分かってないんですけど、ここを切ってで、ここを交換するっていうことらしいんですよね。ここで切るらしいんですわ。これは張らないだろうな。これ使ってつなげって言うんだよな。あ、ここベトベトに止めてあるね。なんだろうこれ、なんかエポキシみたいので止めてある。で、付属品はプラグの先っちょにかぶせるやつ、タイラップ、ケーブルつなぐやつ、説明書、ステッカー使わないです。で、ケーブルですね。ケーブルです。じゃあインターネット説明書見ながらやってみようと思います。こんな感じで、うわ、おっかね。本当に切るの？おっかね。8センチから10センチ。結構残さないでじゃん。こんなに？こんなもん？うわ、おっかね。やります。やっちゃったよ。うわやっちゃった。で、同じ長さになるように NGK のプラグを切るんだそうです。こんなもんかね。これ短いから間違ったら一巻の終わりだよな。よいしょ、いきます。よし、切ったぞ。切っちゃった。そしたらコイル側の純正コードとパワーケーブルを付属のねじ込み式ジョイントで接続します。ねじ込む。これどっちがどっちとかないのかな。ああ、矢印があるのね。こっちがプラグ側だそうです。じゃあこっちからまず先にやるかな。
これ以上行かないかも。ねじ込んだよ。ねじ込んだ。で、今度はこれをここに。これがこういかないとなんだから。よいしょ。あれ？ちょっと待って。これ、カバーついてて、うまく入んないんじゃねえか。入るかな。待て、めちゃくちゃきついぞ。やばい、やばいな。このね、カバーのせいでね、うまく入んない。抜きます。めちゃくちゃおっかねえな。抜けちゃうじゃん。おい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 。エンジンかけてみたいな。これはな、タイラップで止める前に一回タンク乗せ直してエンジン、あ、火花さえ飛びゃいいのか。火花さえ飛びゃいいんだよね。新しいトラックで、このね、ちっちゃなこのこいつをね、つけないとダメなんだって。ついた。刺した。火花飛ぶかやってみます。Thank you very much. Yay!飛んでます。てか俺今電気ショック食らったぞ。なんでだ。どっか鉄触ってたか。どこ俺鉄触ってた。ちょっと待って。ビグってなったのね。ビグって。いや、もう大丈夫です。よしよし、火花飛んだ。いや何が起きるかわからんな。プラグの交換はしたことあるけど、こんなのつけたら初めてだもんな。よいしょ、タイラップで、
タイラップで止めてやります。これでもう抜け落ちねえぞということだね。ペンチでやった方がいいかな。腰だな、腰が痛えわ。腰が痛え。スプラグ交換します。俺は、専用のプラグは持ってないんで、プラグレンチは持ってないんで車載工具使います。エアクリでした。だからエアクリの掃除しないと。そうだった、エアクリの掃除忘れてた。エアクリの掃除もしないとじゃん。そうだそうだ、それをやろうと思って。よいしょ、オイルから何からたくさんだった。あらよっと、オッケー、わーわーわー、よし。すぐゴミ入んないように次つけときます。この色はどうなんだろうね。黒っぽいけど、そんなにちょっと濃いね。何ですかこれ。俺知らないです。大丈夫だよねこれね。湿ったりもしてないし。うん、じゃあこいつを代わりに取り付けます。締め込むのどれぐらいだっけ。4分の1だっけか。ちょっと調べてから締め込みたいな。いやー調べてよかったな。4分の1だって。4分の1、手で入りきったところから4分の1、4分の1ね。そうするとここまでってことか。だいたいこの辺。え、これっぽっち？本当に？なんかめちゃくちゃ不安なんだけど、こんなもんなの？スーって言ったけど。本当に？硬くなってからじゃなくて、本当にこれ。怖いからもうちょっと締めとこう。あ、やっぱり緩いよこれ。緩い緩い。ほらスルーって入るじゃん。硬かっただけだよ。あぶねえな、あぶねえ。違うじゃん。こっからだな。こっから4分の1だな。よし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 。え、いや絶対いかないぞ4分の1なんて。ぶっ壊すぶっ壊す、やだやだ。俺締めすぎました。締めすぎた。あ、やだ怖いわ。もういいわこれで。いいやこれで。かかった、かかったからいい。ガソリンはねさっき抜いたから一瞬かかるだけでもかかるはず。あ、おっかねえ、おっかねえな。おい大丈夫よな。
よし、じゃあまあでもエンジンがかかったからきっとこれで大丈夫だね。はあ、ひょっとしてプラグ抜かないとタペット調整ってできねえんじゃないのか。2度目の時は12分の1だそうです。大丈夫かな。まあね、まあめったなことはないでしょう。ちょっと調べ直そう、もう一回な、タペット調整の方な。よし、いやープラグ取り外してんな、やっちゃったな。まあいいや、プラグ緩めてで挑戦してみよう。とにかく手順としてはこれ緩めて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 で圧縮上支点というのをここのマークで探して、でそこについたらここにあるネジ緩めてピン緩めて、でゲージ隙間を測るやつをゆっくり差し込んでって、そういう流れよね。よし、やってみよう。もう怖がってたらもういつまでたってもやらないから、もう勢いでやろう。確認だけねバッチリしながら勢いでいこう。よし、行きます、行きます。やられた、ダメだ、俺10ミリ持ってねえや。10ミリ買っとかなきゃだった。明日やろう。ダメだ、10ミリがないと作業できない。よし、明日に回します。明日に延期。そして腰も痛いんだ。エアクリだけ外して持ってっとこうかな。ほんで明日綺麗にしたやつと交換するというふうにしよう。よいしょ、なんだっけ、これ外さなくていいんだよね、これだけでいいんだよね、確かね。ハロー、一晩ぐらい平気だよ、何かがかけてては中に変なの入ったりしないよね。なんか詰めとくか、ここにカポン。おお、ブルーバイがついてるな。汚いのがついてる、ついてる。でも他綺麗だね、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、洗う必要あんのかな。アイルランド空気綺麗だからな。うん、まあいいや、外してきれいにします。うわ、なんかべちゃべちゃしてるな、なんか染みてる染みてる。あ、ベタベタだな。よっと、はい、仕事帰りですな。どっちが、これもアップのマーク。アップの方がいいし。とりあえず仮止めして。綺麗な布を突っ込んでおきます。ゴミ搬入ね、これカバーつくかな。大丈夫大丈夫。で明日フィルター綺麗にしたやつと交換してやると。よし、今日はここまで、今日はここまで。
よし、それでは、エアクリーナー交換していきます。昨日のうちにねフィルター、きれいに洗いました。きれいに洗ったんでこれに、買っておいた湿式フィルター用のオイルね、シルコリーンっていう会社です、これをぐじぐじ染み込ませて取り付けてやろうと思います。おお、青いぞ。青いな。こんなもんでいいかな。少量でいいはずみたいね。臭い臭い。臭いわ。よっと。思ったよりもね、汚れてなかったですよ、やっぱり。全然ね、黒いの出てこなかった。アイルランド空気綺麗ですね、やっぱりね。よし、大体全体に染み込んだかな。もういいや、手でやっちゃえ。わかんないわ。あ、もうちょっと、もうちょっとね。でも、もうかなりベタベタするな。いいんじゃないかな。ベトベトだ。ベトベトです。ベトベトです。うわ、すごいなこれ。手洗ってきた方がいいかしら。風で埃入るの怖いな。よし、フィルターの取り付けね。いいんじゃないかな。じゃあ買い物行きますか。10ミリのね、六角、これ手に入れないと。てかまあなんだかんだでイリジウムにしてフィルター綺麗にしてチェーンもまっすぐにしてオイルも刺して走りが違うんじゃないかな。すでな、楽しみです、楽しみです。へえ、いやー GM いいなーいいなー。さてエンジンのかかりはどんなだろうな。サイドマウントになりました。触るぞ。おお、すげえ。あ、すごいね、マジか。あ、全然フラフラしないじゃん。おお、めちゃくちゃ安定するな。へえ、すごいな、ちょっと感動。こんなに違うかね。やっぱあれかな、キャブ車だからここまで違いが出るのかな。なんかネットだとね、おまじないだなんて言ってましたけど、これ明らかに違うでしょ。うん、も
っとね普段だとねグラグラするんですよね。止まりそうになるし、それないね。おお、よし行ってみます。いやスムーズだよ。すごいスムーズなんだが。おお。ああ。ネックウォーマー忘れたな。風もろに入っちゃうな。まあしゃあないね。うわめっちゃスムーズなんだが。めちゃくちゃスムーズなんだが。音も静かなんだが、やっぱプラグ交換ってすごく意味あるんだな。走れなくはないんだけど、もちろん走れなくはないけどすごい安定するんだね。びっくりとも言わねえもんな。すごいな。エンジンも静かになりましたね。すごい静かになった。多分ですけどチェーンがまっすぐなのとカムチェーンテンションがやったからだよねこれね。こんなに違うか。考えてみたらな、アイルランド一周してから何にもやってなかったもんな。いやーシャーッと音気持ちいいな。あーいつもだとバタつくというかシャックリしたみたいになるからもう一個ギア上げてたのが上げなくてもスムーズだな。なんかおとなしいいい子になっちゃったな。おーそうかそうか。今日行くお店は、またハルフォーズです。ハルフォーズ行きます。タラーですね。プレッシントン湖に行く途中の街にやっぱりハルフォーズがありますのでそこへ行こうと思います。いやか感動だな。ピタッと止まってね。ピタッと止まってる。あ、そういえば時計はつけてから、まあ、一月ぐらい経ちますが全く問題ないですね。さすが。てか普通こうだよな。普通こうだよな。アイルランド一周ツーリング本当に第1話だけでもいいから作んないとな。デイ1だけでもいいからもうとにかく始めないと。やっぱりそういうのありません？あのまずとりあえず手つけないとあの次が続かないみたいな。1問目を解くまでは数学の宿題やりたくないけど1問目解けばまあ2問目もやってもいいかなみたいな。あエディーズロケット行きたいな。エディーズロケットのバーガーうまいんですよ。大好物。ツイッターにはねしょっちゅう写真上げたりしてますけどね。エディーズうまいんだよな。毎日食ってもいいわ。おお。おなんだこれ。おい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 マジかよ。うわーって出ちゃったぞ。えマジで。ちょっと待って待って待って、出し過ぎ出し過ぎ。なんだ。ぐわーって回っちまったぞ。ただでさえ整備をしてなかった状況で整備をして、なおかつプラグは新品だしケーブルは新品だしチェーンもオイル貼ってまっすぐにして
え、なにこんなに乗りやすいものなの。嘘みたい。ほんとかよ。回る回る。おとなしくおとなしく。マジか。これはびっくり。赤ですね。アイルランドの女の子の制服あんな感じです。上は緑でね、濃いね。靴下も緑。ハイソックスが多いんだけどな。でチェックのスカート多いですね。とっても多いです。やっぱり緑が貴重になってる。どうなんですかね、見てるこの動画をご覧になってる女性の方々なんか。まあ Google アナリティクスは視聴者の 99.9% が男性だと言ってますけれども男性だと言っていますけれどもやっぱあれですよ、俺なんか可愛いなと思うけど、アイルランドの子たちはダサいなって、やだなっていつも言ってます。はい、よいしょ。いや振動も少ねえぞこれ。少ねえ少ねえ。前輪がカッコンカッコン言ってたもんな。ブル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 。やっぱりあれじゃねえか、整備不足なんじゃねえか。 GM よく言う、ハンドルがガタガタ言うなんていう人言わないよね、ちゃんとしてれば。回る。キャハー。感動ですな。いやー整備してよかった。いやーよかったな。うわ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 。うわ、なんだこれ。ちょっとね。